海軍同士の合戦ベスト5。参加人数が多かった戦いを一挙にピックアップ。皆さんこんにちは。今回の歴史の細道は海軍同士の合戦ベスト5について紹介していこうと思います。日本の歴史を振り返ってみれば、天下を二分するような大戦が幾度も繰り広げられてきました。全国の武将たちが一堂に会して戦うわけですから、とても華々しかったことでしょう。そこで今回は海軍同士の合戦と題して、参加人数が多かったランキングをご紹介していきましょう。ただし源平や南北朝の軍記物では平気で50万騎など大げさな表現がありますので、あえて外しておきます。主に戦国時代の合戦が中心となりますが、どうぞお楽しみください。第5位、根城坂の戦い。豊臣軍8万対島津軍4万。天正15年1587年に起こった合戦が根城坂の戦いです。戦国時代末期の九州で主導権を握った島津氏は、いよいよ宿敵大友氏を打倒するため大軍を北上させました。豊後や筑前で防戦一方となった大友宗麟は、天下人豊臣秀吉に救援を要請します。秀吉は3月に20万近い大軍を率いて豊前へと上陸。筑後から肥後ルートを取る秀吉本軍と、豊後から日向ルートを通る弟秀長軍の二手に分かれて進軍を開始しました。一方、兵数での不利を悟った島津氏は、戦線を一気に南へ下げて豊臣軍を迎え撃とうとします。しかし味方についた南九州の諸将たちが離反したこともあり、肥後と日向を結ぶ線まで後退を余儀なくされました。やがて日向南部にある高城が秀長軍に包囲されて窮地に陥ります。さらに秀吉本軍は肥後を突破して薩摩へ迫りつつありました。そこで島津義久は決断します。数の多い秀吉軍より先に秀長軍を撃破することを。こうして義久は弟義弘と共に島津のほぼ全力である3万5千を率いて鷹城救援に向かいました。しかし秀長は鷹城を包囲しつつ、ある程度は島津の反撃を予想していました。そこで南から鷹城へ通じる根城坂に砦を築き、宮部慶順を指揮官とする1万に守らせたのです。そして4月17日夜半、島津軍は一斉に夜襲を敢行しました。あらかじめ警戒していた慶順はすぐさま反撃に転じ、激しく鉄砲を打ちかけます。島津軍は損害をものともせず、門や柵に取り付いて猛攻を加えました。やがて数で劣る宮部勢は徐々に押されていき、ついに砦の一部を失うほどの劣勢となります。一方、秀長の本陣では根城坂を救うかどうかで軍議が白熱していました。すると前線から戻ってきた尾藤友信が、もはや砦は落ちまする、ここで救援を出しても仕方ありますまいと進言します。これには秀長も同意し、ここで救援を出さずに夜明けを待つことを決しました。ところが本陣の決定に憤慨したのが前線の諸将です。藤堂高虎と戸川道康らは、ここで見捨てては武士の名折れぞとばかりに軍令違反を覚悟で宮部勢の救援に向かったのです。砦を包囲していた島津軍の背後から襲いかかったため、これが思わぬ奇襲効果を生みました。たちまち島津軍は混乱し、攻撃の手が緩んでしまったのです。この状況を察した小早川隆景と黒田官兵衛も動きます。がら空きとなった島津軍の後方から攻撃を加えたのですから、たまりません。島津軍は大将格の多くを失い、もはや攻撃続行は無理と察した義久は退却を命じました。こうして山を乱して敗走していったのです。ところが尾藤友信がまたしても失態をしでかしました。島津軍を殲滅する絶好のチャンスにもかかわらず、追撃を中止するよう進言してしまったのです。義久と義弘は命からがら逃げ延び、都の郡城まで撤退することができました。
しかし島津の敗勢は明らかとなっています。5月下旬には秀吉の軍門に下り、九州制覇の野望は夢に終わったのでした。第4位、関ヶ原の戦い、東軍7万対西軍8万。天下分け目の戦いと呼ばれる関ヶ原の戦いですが、不思議なことに参加人数が多い割に実際に戦った兵は少ないのです。この戦いに関しては諸説ありますが、ここでは通説をもとにお話ししていきましょう。まず戦場を見渡すと、関ヶ原盆地一帯に軍勢が展開していたものの、実際に戦いが行われたのは西半分だけです。東半分に陣を敷いていた軍勢はほとんど戦いに加わっていません。これは西軍の中で全く統率が取れていなかったことを示しています。西軍が決起した時、五大老の一人毛利輝元が総帥として大阪城へ入りましたが、一族である吉川広家は東軍の勝利に終わることを確信していました。そこで広家は重臣と協議の上、徳川家康と結ぶことを決します。そして黒田長政を通じて内通の密約を結びました。この時点で毛利氏の内部では西軍側と東軍側に割れていたのです。そうとは知らない大将の毛利秀元は伊勢の安土城を武力で開城させるなど張り切っていました。やがて関ヶ原の戦い当日、南宮山に陣を敷いた毛利勢は山頂付近に秀元、麓のあたりに広家が配置につきます。戦いは遥か西で起こっていますから、秀元としては気が気でなりません。開戦当初は西軍が有利だったため、麓にいる広家に出陣を命じました。ところが広家が一向に動かないのです。仕方なく秀元は単独で山を降りようとしますが、吉川勢がいて道を開けてくれません。広家としても必死でした。ここで秀元が出陣しようものなら、これまでの努力が無駄になります。また広家の動きを不審に思った夏霞正家が、急ぎ出陣なされよという使いをよこしてきました。すると広家は、今兵たちに兵糧を食わせているところでござる、しばし待たれよと嘘吹きます。これが有名な西将殿の空弁当で、広家はどんなに要請を受けても動くことはありませんでした。こうして南宮山に布陣した毛利勢や夏霞正家、安国寺英慶、長宗我部盛親らの軍勢は戦いに参加することなく傍観する羽目になったのです。一方東軍も万が一に備えて中山道沿いに軍勢を配置させていました。池田輝政や浅野義長、山内和豊らも退治したまま合戦に参加していません。実際に東西両軍合わせて4万の軍勢が何もすることなく関ヶ原の東側に布陣するのみでした。一方関ヶ原の西側で激しく戦っていたのは東軍6万と西軍が3万ほどです。しかし小早川秀明の裏切りによって戦力差はさらに広がり、やがて奮戦むなしく西軍は崩壊していくのです。参加人数こそ多いものの、実際に戦ったのはずっと少ないという合戦でした。第3位、応仁の乱、東軍10万対西軍9万。応仁元年1467年に始まり、11年も続いた応仁の乱ですが、これを一つの合戦と呼ぶのは賛否両論ありそうですね。その期間の長さといい、グダグダぶりといい、とても華々しい戦いとは言えないからです。とはいえ主戦場となったのは狭い京都エリアですし、開戦当初は合わせて20万近い軍勢が集まっていました。また初期の合戦である上行の戦いでは、双方ともに主力を尽くした激戦だったようです。ちなみに応仁の乱が引き起こされた原因として、将軍家の軽視問題や守護大名畠山氏と柴氏の家督争いが挙げられますが、近年の研究によると将軍軽視問題については否定されつつあるようです。
八代将軍足利義政と日野富子の間に男子が生まれなかったため、義政の弟義見を還俗させて次期将軍に据えようとしたのですが、その矢先に富子が義久を産みました。我が子が可愛い富子は何とか義久を将軍の座につけようとし、危機感を感じた義見が細川勝元に庇護を求めたというのがこれまでの定説でした。しかし考えてみれば、男子が生まれたとしても当時の幼児死亡率は非常に高く、将来を過度に期待するのはリスクが大きすぎるのです。ここは義見を後継者に指名しておいて、義久が無事に成長すれば将軍を譲ってもらえばいいだけの話でしょう。実際には畠山氏の後継者争いを発端として、細川勝元と山名宗全が不和となり、義政、義見、富子が東軍である勝元に味方したというのが真相のようです。一方、がぜん不利となった宗全は西国から切り札を呼び寄せました。それが周防長門を支配する大内政広です。これで両軍の戦力差は互角となり、やがて大乱へとなだれ込んでいきました。ちなみに広くもない京都ですから、勝元と宗全はそれぞれの屋敷を本陣としました。とはいえ歩いてたった5分ほどの距離ですから、ほんの500メートルといったところでしょうか。そんな狭いエリアで十数万の軍勢がひしめき合っていたわけです。庶民たちにとっては迷惑以外の何者でもありませんでした。京都を灰にした応仁の乱はやがて何のために戦っているのか目的すらはっきりしなくなり、いたずらに戦火を招くのみでした。そんな中、京都に居座った軍勢に国元へ帰ってもらうため、そして町の復興に尽力した人物がいます。それが日野富子でした。資産家だった彼女は主戦土のように思われがちですが、実際には全く違うようです。遊びほうける夫を横目に大米をはたいて復興事業に取り組んだという素顔があります。やはり彼女も近年になって再評価されつつあるようですね。第2位、小田原城の戦い。1590年、豊臣軍18万対北条軍5万。豊臣秀吉が天下統一の総仕上げとして挑んだ戦いが小田原の駅です。関東の雄北条氏を総武事例違反だと名指しで批判し、豊臣政権に屈服せしめようとしました。一方、北条氏政は秀吉の実力を甘く見すぎました。真田氏が支配する名ぐるみ領を実力で奪い取り、既成事実を作り上げようとしたからです。関東全域に支配権を持つ北条氏ですから、いかに天下人であろうと正当性を認めるに違いない、そんな楽観的な考えを持っていたようです。ところが秀吉は暗に相違して北条氏の討伐を諸大名に命じました。そして22万という空前の大軍を自ら率いて東海道を東へ向かいます。こうなると氏政にとって北条氏自慢の四条軍は捨て石でした。八王子城、八方城、忍城などには申し訳程度の兵を置いておき、小田原城で防備を固めるつもりです。また総延長9キロに及ぶ鉄壁の総構えを築いて防御陣地とし、戦力のほとんどにあたる5万の軍勢を籠城させたのです。また西の最前線にあたる山中城には4000の兵を置いて豊臣軍の進攻を食い止めるつもりでした。もし山中城を攻めあぐねるようなら、小田原城の軍勢をご詰めさせるつもりだったといいます。しかし氏政が考えた戦略は甘さを露呈しました。豊臣秀次率いる6万に攻められた山中城はたった半日で陥落し、4月初旬には小田原城も豊臣軍によって陸と海から包囲されます。その数およそ18万。一つの城を攻めるには空前の大軍でした。また東山道から南下してきた上杉景勝、前田利家らの3万5千は松井田城、岩槻城、八方城などを次々に攻略。こちらも小田原城へ迫りつつありました。
いくら鉄壁の防御を誇る小田原城とはいえ、援軍がなければ籠城など立ち行きません。宇治政とすれば同盟を結んでいた伊達政宗を当てにしていたようですが、地理的物理的に考えて救援など不可能でした。籠城して1ヶ月も経つと、その伊達政宗までが秀吉のもとへ参陣し、小田原城を救う手段は失われます。そして6月下旬になると、小田原城から西へ3キロほどの距離にある笠掛山に壮麗な城が現れました。これが石垣山城です。山の上から小田原城を見下ろすように築かれ、まさに秀吉の意向を知らしめるような存在でした。これには北条方の士気も粗相し、にわかに家臣の中にも離反する動きが見られます。小田原城をめぐってさしたる戦いは起こらなかったものの、宇治政は秀吉の実力の前にひれ伏しました。そして当主となっていた息子宇治直自らが豊臣方の陣所へ向かい、降伏を申し出たのです。結果的に北条氏の見通しの甘さが命取りとなり、5代100年にわたって築き上げた栄光は崩れ去っていきました。第1位、大阪冬の陣。幕府軍20万対豊臣軍10万。両軍合わせて30万というとてつもない兵力を動員した戦いが大阪冬の陣です。徳川を中心とした幕府軍は全国諸侯の正規兵ばかり。一方豊臣軍にも直臣たちはいました。しかし天下人から一大名に転落した豊臣家にとって、自らで動かせる軍勢は1万5000程度です。そこで主体となったのが浪人たちでした。浪人といっても江戸時代のそれを想像してはいけません。多くは関ヶ原の戦いで西軍に加わり、改役もしくは解雇された者たちで、落ちぶれたとはいえ歴戦の武士でした。個人的な実戦経験という意味では幕府の正規軍に遅れは取らないはずでしょう。しかし統率という意味ではクエスチョンマークがつきます。軍勢とは互いに連携を取ることで強みを発揮できますが、浪人主体ですとそうはいきません。食い詰めた者たちは恩賞目当てで集まっているわけですから、おのおのが勝手な行動をすればその分連携など取れなくなるでしょう。手柄を上げれば豊臣の家臣にしてもらえる、それが浪人たちに共通する思いでした。確かに開戦直前には積極的に打って出て幕府軍を迎え撃つという案も出たはずですが、軍勢の統率が取れない以上は思うような作戦もままなりません。現実的に考えると籠城策を取る方が得策なのです。おそらくそういった経緯から豊臣方は籠城に決し、大阪冬の陣が始まったのではないでしょうか。それにしても攻める幕府軍20万と守る豊臣軍10万はすごい人数です。総計30万人といえば秋田市や大津市の人口に匹敵しますから、兵糧を調達するだけでも大変でしょう。大阪近辺の米はすでに豊臣方によって買い占められていますから、現地では手に入りません。そのため幕府軍の所掌は国元からの持ち出しに頼るのみだったといいます。さらに寒波が重なって兵糧不足に拍車をかけました。かつて朝鮮の駅では豊臣家の暗い立地から兵糧を調達していたようですが、徳川家にはそんな余裕はなかったようです。もし戦いが長引いていれば飢餓に苦しんだ幕府軍の方が負けていた、そんな説を唱える研究者もいますね。一方大阪城にこもる豊臣軍はどうだったか。実は買い占めた米以外に福島正則から援助してもらった備蓄もあり、城内には20万石もの米がありました。これは10万の将兵が食する5年分にあたるそうです。こんな逸話があります。大阪城から逃げ出した豊臣の兵が捕まった際、家康は自ら尋問しました。そして城内の米の値段はいくらか、米蔵の数はどのくらいあるかと聞いたそうです。兵は正直に答えましたが、最後に家康が聞いたのは城内で餅を作っているかということでした。
兵が手で輪を作ってこれぐらいだと言うと、家康はそんなに大きいのかと驚いたとのこと。やはり家康も兵糧のことは気になったのでしょう。このままではこちらが自利品になるという思いがあったのかもしれません。大阪冬の陣は真田丸の戦いなど激戦も展開されましたが、たった2週間で終わりました。もし豊臣方がもう少し粘っていれば、結果はどちらに転んだのでしょうか。もしかすると豊臣軍が勝てたという可能性も否定できないのです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。